今年開港15周年を迎える富士山静岡空港。この節目の年の盛り上げ役として桃色クローバー Z の桃田加奈子さんが PR 大使に就任しました。桃田さんはたくさんの人に空港の魅力を伝えたいと意気込みを語りました。よろしくお願いします。昨日富士山静岡空港開港15周年 PR 大使に就任したのはアイドルグループ桃色クローバー Z のメンバーで浜松市出身の桃田加奈子さんです。この度は富士山静岡空港の PR 大使に選んでいただき本当にありがとうございます。地元の静岡の PR をできるということでとても嬉しい気持ちでいっぱいです。任期は1年間で県が制作するテレビ CM やポスターなどに出演し空港の魅力を発信していきます。静岡空港の滑走路を滑るように加速し今機首を上げました。そして今テイクオフ。静岡空港は2009年6月に開港。当初は国内線国際線合わせて5路線でしたが現在は10路線まで増やしています。県によりますと利用者は年々増加し2019年度は過去最高となるおよそ73万8千人を記録。その後新型コロナウイルスの影響を大きく受けたものの昨年度からは回復傾向となっていて今年度は年間74万人の利用を目標としています。そんな中周辺では新しい観光スポットを作る動きも。こちらが J ハイナンが手掛けている花樹園芸団地となります。吉田町では JA が茶の耕作放棄地だった場所を利用しフルーツ狩りができる観光農園の整備を進めています。地元の農家9人が栽培を担当し2年後のオープンを目指しています。空港から車で15分ほどの立地を生かしインバウンド需要の取り込みを狙います。コロナも、ね、だいぶ落ち着いて、ね、当時みたいに海外の観光客の方も増えてくると思うもんですからもう本当に世界中から人が集まってもらえたら。県は周年事業として就航先でのイベントやキャンペーンを実施する方針です。しっかりとたくさんの人に富士山静岡空港の魅力をお伝えしたくさんの方に利用していただけるよう努めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。